本能寺は人間の知略によって守られた。神の降臨を招く腕は、これを使うことをためらっていた連合軍は一つの決意を固める。腕輪を使ってゼウスを降臨させ真意を問う。織田信長の時と同様、相手の考えを知らねばこの世界でどうすべきかも定められぬと考えたのである。そんな中、民に崇められている人物がいるとの報告が入った。もしや腕輪の力を使った人間では。連合軍は一縷の望みをかけ、その人間との接触を図る。ほう、お前たちも噂を確かめに来たのか。またちか、先を越されたのじゃ。何か知っておるのか、教えよ。娘は卑弥呼というらしい。腕輪を持っているかは知らんが、不可思議な力を操っているのは確かだ。分かっているのはそれぐらいか。うん、ではこれからみんなで卑弥呼とやらについて聞いて回るのじゃ。卑弥呼とやらを探すのじゃ。きっとその者が腕輪を持っておる。皆に崇められているなら知る者も多いはず。付近の者に話を聞いてみましょう。卑弥呼、何やら幼い少女の面影だ。ですが思い出せません。そこの者、教えよ。卑弥呼とやらはどこにおるのじゃ。何、さては貴様も、卑弥呼様には指一本触れさせんぞ。一つに行くぜ。やめよ、わらわは卑弥呼とやらに会いたいだけなのじゃ。居場所を問うただけで襲われるとは、どういうことだ。ほら、よほど虫の居所が悪かったのじゃな。気を取り直して次に行くのじゃ。行くぜ。そちは卑弥呼とやらの居場所を知っておろう。わらわに教えよ。証拠にもなく戻ってきた。今日こそ滅す。わらわは居場所を知りたいだけなのじゃ。なのに、なぜみんな怒るのじゃ。やつらの警戒部分、俺たちがここへ来る前、何かあったか。なぜ誰も教えてくれぬ。ビジュアルなのじゃ。あと一人だけ試してみるのじゃ。そこの親切そうな男、教えよ。卑弥呼とやらはどこにおるのじゃ。貴様ら、また卑弥呼様をさらいに来たな。この先には絶対に行かせん。行きます。だから誤解なのじゃ。わらわは卑弥呼に会いたいだけなのじゃ。かかるぞ。よくやった、褒めてやろう。卑弥呼について聞いて回れ。などあの小娘も私に指図しおって。尋ねようにもこの辺りには人がいません。父上、向こうの砦の方へ行ってみましょう。もしや卑弥呼が狙われているのか。一体何があったのか。黙れ、狙ってるのは貴様らだろうが。誰も教えてくれない。そんなにならじゃ。先ほどのもの、この先には行かせないと。もしやこの奥に卑弥呼なる者がいるのでは。ふむ、そうじゃ、そうに違いない。あの砦に卑弥呼はおるのじゃ。ほう、やるな。この辺りにも人はおらんじゃ。門も開かぬとは無駄足だったか。
士と話がしたいのじゃ。ここを開けてくれぬか。入り、どうせまたうちをいじめんのやろ。腕輪やなんや言うてやりたい放題しくさって。もしやアレスたちがすでに接触を。あんたら頼むで。あいつらいてもうたって敵将一撃取った。任せろ、誰一人通さん。戦うために来たのではありませんが、やむを得ませんね。ユウキちゃん、ヨドちゃん、安心しや。うちがついとるで。おう、ヒミコ、頼りにしてるぞ。もちろんな。いつもすまぬ。ヒミコ様が危ない言うから来てみたけど、みんな迎えられて、この人やが。やあ、溢れてきた。あんなところにええ男は。一緒に人差し回してもらおう。おくにさん、それないぜ。俺がそばにいるってのに。すいません。芝居殿たちが狙われておる。このままだと面倒なことになりそうなのじゃ。それはいけない。芝居、芝居様、今助けに参ります。どっちもねえ男すぎて選ばれへんよ。両方言わしていつもに連れていよ。いいぞ。何の話か知らぬが、邪魔をするなら排除するまで。そないキリキリ気張らんと。うちの前にてほっこりしてくれやす。あなたに危害を加えるつもりはありません。どうかそこから出て話を聞いてくれませんか。ちょっと、先客がいるなんて聞いてないんですけど。敵将、あなたたちも腕輪のあるかを嗅ぎつけてきたわけ。脳はなくとも鼻は利くらしい。どっちにしろ邪魔なやつは排除するだけだ。中でおとなしく待ってるの。あなたはそそっかしいんだから。いいわね。いや、うちの名前まで分かっとる。すごい。きっと救いの神様や。うち言うこと聞く。このままではダッキにさらわれてしまうのじゃ。ヒミコを助けるのじゃ。どこへ行くのです。待ちなさい。うっとうしいな、もう。救いの神様の窮地や。黙って見てられへん。もう卑弥呼ったら、記憶がなくてもこうなっちゃうのね。男はばかりいたわるなら、うちもお味方に加えとくエース。おお、頼もしきご活躍。私も見習わなくては。あのような目に遭おうと、この世界は計り知れんな。ですが、英雄と呼ぶべき人物は実に多い。これほど勉強になる世界は他にありません。こんなところで負けちまうとは。東大殿、私の邪魔をしないでいただきたい。すまない。だが自分も引くわけにはいかぬ。異世界とはいえ、こうして東大殿と共に戦えること心強く思います。自分も同感だ。共に力を合わせ任務を全うしよう。おう、やるな。そちも卑弥呼か。その年で皆に崇められているとはすごいのじゃ。せやで、こう見えてうち人気者やん。で、あかん、おだてて
油断させる作戦やな。どうした、卑弥呼様もいなくなってしもたし、これからはこちらでお世話になります。お国さんがそう言うなら、天下の大泥棒この石川五右衛門様もついていくぜ。それにしてもいい男半揃いで一嬉れしおす。皆さん気張っていきましょういな。ああよろしく頼む。ところで、あの卑弥呼とかいう娘は蛇の腕輪を持っていなかったか。いや、心当たりはありまへんけど。けどそういや、この近くで蛇の宝が祀られてるって聞いたことがあるぜ。蛇、怪しいな。行ってみる価値はあるかもしれん。え、敵に先を越される前に急ぎましょう。あ、いい感じです。やりました。新しい腕輪が見つかりそうでよかったです。手に入れて戦えば神様にも対抗できるし、ゼウスさんの降臨にもつながりますよね。でもこのままいけばきっとまた兄上たちや趙雲殿とも戦わないといけないんですよね。銀平殿、ならばその方たちを味方に引き入れてはいかがでしょう。彼らは主君である龍禅殿のためやむなく従っているはず。私たちで解放できれば。
腕輪も手に入るか。しかしそううまくいくだろうか。新たな腕輪も急ぎ確保せねばならぬ。どちらを優先すべきか。どちらもがいいじゃろうね。わし欲張りだからいいこと思いついちゃったよ。こちらが新たな腕輪を手に入れ、大掛かりな戦の準備を始めたと技法を流すのはどうかね。そうすればアレスたちの目はそちらに向く。なるほど。本隊が彼らを食い止めている間に別の隊が本物の腕輪を確保するのですね。うん、その隙をついてもう一隊が手薄な敵地へ忍び込めば龍然も救えるか。さすがは宿敵。龍然さんの居場所調べは忍びにお任せよう。ならば私が敵本隊を引きつけましょう。銀平殿、もし辛ければあなたは下がっていてください。うん、何も兄と戦う必要はあるまい。こたびは父に任せておくがよい。雪村殿、父上ありがとうございます。そういえば一つ気になることがある。先の戦であのダッキという女、魔王オロチの名を口にしていなかったか。ええ、間違いありません。もうすぐオロチに会えると。なんだと、どういう意味だ。そもそもダッキはここで何をしている。オリュンポスの神と手を組んだのではあるまいな。ダッキはオロチのかつての参謀。あの魔王を蘇らせるためなら何でもするだろう。私たちもいろいろ調べる必要がありそうだな。おう、てめえら聞いたか。俺たちと戦ってる奴らが凶悪な兵器を作ろうとしてるらしいぜ。凶悪な兵器だと？そりゃ放っとくわけにはいかねえな。本当？五右衛門さん、そんなの初耳だけどな。当たり前だろ。俺様だけが仕入れた情報で大泥棒の情報力をなめんじゃねえ。てなわけでその設計図を今から盗みに行かねえか。敵の企み、あ、食い止めてやろうぜ。